はい、生体院朝院長の浅井です。今は11時20分、夜中ですね。今から生体をやるんですが、その前にちょっと体重を測っておきたいと思います。施術する前、施術した後で何分になったとか測りたいと思います。また朝何分何キロになったかも測りたいと思います。うん、はい、出ましたね。今の体重は 92.2、ね、BMI は28、体脂肪 26.8、内臓脂肪14、92.2 ですね。で次施術した後に何キロになってるかという予測なんですが、私の予想は、92キロ、おそらくそれから 91.9 だと思ってます。はい、で明日朝起きて多分体重が測ると、おそらくそのままで何も、あまりそのまま寝ればですね、おそらく91.7 あたりまでいってんじゃないかなと予測です。はい、今日も24時間営業で生体院朝やっておりますので、ご来院の方、お電話の方お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。はい、こんばんは。はい、こんばんは。生体院朝院長の浅井です。ですね、今ちょうど施術が終わりまして、夜中の2時15分です。時間は6月12日の2時14分、水曜日。施術する前は 92.2kg あった体重が、今施術が終わって今何キロになっているか、ちょっと測ってみたいと思います。で測ったらもうすぐ寝ますので、今日は。はい、失礼します。あ、はい、予想はですね、92.0 が 91.9 だったんですけども、まあ、予想通り、92.0 でした。で、まあ、これ朝起きて、で BMI 27.9、25.4 が、体脂肪、内臓脂肪 14.0 と変わらないと。はい、まあ、これで明日の朝、体重が多分普通にいけば、おそらく朝、何ていうか分かんないですけど、まあ、おそらく 91.7 か8ぐらいになっているはずなので、楽しみにしたいと思います。はい、今日も生体院朝院24時間営業でご来院の方お待ちしております。お待ちして、よろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します。おやすみなさい。 Good morning, I'm a Japanese therapist, and then today is June 12thAnd then today I'm gonna calculate my weight. Hi, when you are in Japan, please come see me. I'll give you the best massage in the world. I'm guarantee you. Thank you very much. はい、おはようございます。生体院朝院長の浅井です。今日も体重を測っていきたいと思います。今日は6月の12日水曜日で、9時35分です。はい、ではちょっと、昨日は寝る前が体重が確か92キロだったんで、今から測るんですが、予想は 91.7 になってると思います。はい、測ってみます。よし、はい、今日の体重です。91.5kg でした。予想以上に下回ってました。今日もで BMI 27.8、体脂肪が 25.9、 内臓脂肪14ということで91.5でした。あ、もうやりました。今日はまた新記録が今日出せることができました。ありがとうございます。はい、ですね、まあ、今日も、まあ、毛布を着て寝たっていう、毛布をかぶって寝たっていうことと、まあ、寝る前はもう我慢っていうか、まあ、我慢する必要もなくもう寝ただけです。もう起きたりとかしたりでエネルギー使うので、もうそれだったら寝た方がいいと思って、余分な、エネルギーを使わないと、そう決めたので、まあ、それが良かったんじゃないかと思います。まあ、あとはそうですね、まあ、お客さんの中でも腹筋がすごい鍛えられてる方が結構いたので、まあ、やっぱりちょっと時間を見て
ここの施設内にどっかトレーニングマシンかなんか、まあそんな大きいもんじゃなくてちっちゃいもんでいいんで、でなんか鍛えたいのは、どうだ、腹筋を本当鍛えたいんですけど、あんま無理したくないので、まあ、できる範囲でいいと思ってますので、まあ手始めには腹筋を10回とか5回10回ぐらいはちょっとやってみて、腹筋と腕立てを毎日、動画で作っていけたらなというふうにちょっと今勝手に思ったので、まあ、そんな風にちょっと腹筋もあんま好きじゃないんですけど本当は、はい、ちょっとやっていこうと思います。どっかでやめるかもしれないですけど、1日しかないかもしれませんが、という感じで、よろしくお願いします。はい、今日も整体院は24時間営業でやっております。お待ちしております。はい、 Thank you for watching. Today my weight was 91.5 kg. I predict my this morning was I predict my weight was last night was 19.7. So compared to yesterday, I success gain 400 grams. It's me not so tough to do. It's tough to do, but it's not really very not tough. So it's good. So thank you very much for watching. Hope see you soon. I'm doing massage in the Aichi Okazaki Prefecture. When you are in Japan, Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido.沖縄、九州、長野エリア、岐阜の岐阜、静岡エリア、Please come see me. I will give you the best massage in the world. I do a muscle and tendon massage and shinesan and kaisainesan and oil massage and stretch massage, Thai massage also and Chinese massage and oil massage.And any kind of massage you like, I will give you the best way. So please come see me. Thank you very much. はい、ご覧いただき、Thank you very much. Thank you very much. コップンカップ、ムチョグラシアス、ナマステ、シェイシェイ、ムチョグラシアス、ラギダ、バイバイ、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます、はい、おはようございます。整体院院長の浅井です。 I'm gonna drink the supplement。 これは私のおはようになります。よいしょ。 This is my breakfast meal。 OK。
美味しい。はい。はい。ちょっと体重測ってみます。失礼します。はい、体重測ります。ほうほうほう。はい。と92キロ。まあ500グラムぐらい今ので飲みました。増えました。まああとは水とサプリメントとかプロテインで500グラム飲んだので、まああとは、最低でも 2.5リッター、2500ミリリットルは水を飲みたいと思います。多分ランチと夜でまた500、500ずつ取るので1500、あと残り1500をどう取るか、これをちょっと考えて過ごしていきたいと思います。はい、今日も整体院浅井では悩み解決の問題とか、いろいろな様々な鉄のように硬いコリとか、内臓のコリとか、生殖部のコリとか、脳のコリとか心のコリとか、闇とか、腕の痛みとか肩の痛み、首の痛み、背中の痛みなど全ての痛みの対象にした施術を行っておりますので、痛みのある方はですね、ぜひ整体院浅井に来て悩みをどんどん全部吐き出していってください。ということで、ご来院の方お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。今から、ランチを作ります。何が作るかまだ決めていませんが、なんとなく決めています。はい、失礼します。
Hello, today I talk about how to get along with older people, how to enjoy silence, dealing with troublesome customers, good sake for your body, healthy cigarette, healthy food, drink, good for tobacco. What do you feel tired?How to keep the topic going? 30s, 60s, and 60s. Dealing with poor quality customers. That's the, my topic, the same I talk about today. And then, if you see Endo, you will know the answer. And the Chinese.如何与老年人相处？如何享受沉默处理麻烦的客户对你的身体好身体健康的抽烟是和烟草的健康食品饮料，你觉得怎么为如何保持健康食品三十年代四十年代和六十年代这些年代的客户 ？Yes, and.Tamanya, Tamta, Kauku, Rinsis, Dai, in the Kippa Pakari, Nepta, Kam, Purak, Pai, Zeka, Tuni, Tanklak, Songklak, Tong, Tongita, Pinky, Kadam, and Hapu, you have to see you here, and any.因其常跟牛公可以含配置的多的和杂杂合色含含配置不能被卡 Yes, today so 海生丹野菜院長の浅井です。今日はお客さんの中で質問がありましたのでそれについて答えていこうと思います。一つ目は年上と気楽の使い方付き合い方、あと沈黙はどうしたらいいのか、沈黙はどう楽しんだらいいのか、楽しみ方、あと、まあ、お客さんの対応で、対応がどう答えたらいいかっていうか、対応が、例えばその難しいお客さんに対しての対応の仕方、はい、まあ、普通じゃないというか、そうですね、はい、で体に良いお酒とは、健康なタバコとは、タバコに良い健康な食べ物飲み物とは、疲れない気の使い方とは、話題が切れない方法とは、30代が60代と気を使わない付き合い方、あとそうですね、まあそうですね、お客様の、が何て言うんでしょうね、に対して の対応で、まあ、自分では手を負えないようなお客様が来られた時にどう対応したらいいかというところについての質問があったので、これを一個ずつ勉強していきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目は年上と気楽に付き合い方ということで、これは重複しているので、30代が60代と気を使わない方法ということで、30代のお客さん、30代の方が、30代が60代とに気を使わない、気の使わない付き合い方を知りたいということだったので、ちょっとこれを調べてみたいと思います。ちょっと出てこないんで、
はい、高齢者と仲良くするために60年前でさえ日本の、はいはいはい、そんなことは高齢者つけ、うん、まず1はですね、常に尊重し礼儀正しくしてください。座る場所を提供し快適であるかどうかを尋ね、食事や飲み物を何にしたらいいかなどを尋ねますと。あの人たちからあの人たちの話を聞いて、彼らは自分の子供時代についての物語を語るのが大好きで、彼らはそれらの経験を、体験させますと。彼らは話すとき、あなたは彼らのエネルギーが通過するのを見るでしょうと。うん、そうですね。まあ結局です。まずは座って礼儀お客さんっていうか、まあその年上に対しては常に尊重して礼儀正しくして、で座る場所などを提供して快適であるかどうかを尋ねて、食事や飲み物を何にしたら良いかなどを尋ねると。でまた子供し、そうです。30代や60代に聞く時の人に聞くときは、60代の方の、60代の時の子供、幼少時代のことをの物語などを話すのが60代の方とかが好きなので、その時のことを話してもらったりとかして、でそれを話す時の、60代の方たちの、まあ、エネルギッシュにそういった話をしてくれたり、でまた体験を、まあ、実演してくれたりして喜んでくれるので、まあ、そのように子供時代の話をする振ってあげるといいということですね。子供の時にどんな面子をしてたとか、ベー玉をしてたとか、なんかどんなアニメが流行ってたとか、どんなゲームをしてたとか、まあそういったことがまあいいということ。はい。で我慢して年齢が上がるにつれて彼らは遅くなりますと。身体的に遅いし精神的に遅い。会話を中断する前に十分な待ち時間を取ってください。うん。会談を中断する前に十分な待ち時間を取ってください。精神的に遅い。でまあ、60代になってくると、まあ、年齢が上がってくるにつれて、まあ、体力的にも精神的にも、何をするにも、まあ、遅く、なんていうんですかね、その、まあ、若い人に比べると、そのスピード感が遅いので、喋るスピードとかも遅くなってくるので、疲れた時はしっかり我慢して、その我慢にも付き合ってあげて、あまり疲れさせないように、見計らって、タイミングを持つというか、まあ、しっかり休んでもらう時間を取ってもらうということですね。中断をしっかり取って、会話を中断する、してっていう形ですかね。あとはその30代の方はとか、若い人はですね、60代とか年上の人とは議論をしないでくださいということです。で彼らは異なる世代から来ていることを忘れないでください。彼らは今日の世界のペースを速い生活を得ることはないと。それらで彼らが今日の状況に賛成できないであれば議論しないでください。同意することを、同意しないことに同意してくださいと。はあ、そうですね。まあペースはまあ彼らに年上に持たして、彼らの言うことに対しては議論と反論をして疲れさせないようにしたりとかすると。まあ彼らの世界持ってる世界観を一応大事にするということですね。はい。で一緒に過ごしてくださいと。これはあなたが与えられた最大の贈り物です。彼らは会社に飢えているので、あなたは彼らと一緒にいることだけで彼らにとって重要なことなんですと。まあその30代60代の方からしてみるというか年上の人からしてみると、年下の人と一緒にいるだけで年上の人は満足感を得ているので、まあ、そこの時間を共有するということを、しっかり考えてその時間を、
まあ、一緒にいるだけでも価値があるということですね。はい、でそういうことです。はい、じゃあどんどんいきます。あとはもう一つの交代としては、30代も60代も関係なく一つになって、そして混じりなさいということで、若者とか年齢が離れているとかで関係なく、まあ、一つになって、その自分もその中に入りなさいということも言われています。彼らはに優しくしなさい、30代とか若い人は年上に優しくしてあげてくださいと。老人はとても壊れやすいので、デリケートに包み込んで上げるというのが大事。で彼らを復元にしてしまうと他の人に進みに行ってしまうので、まあ、若い人は、60代を喜ばせることを 最善を尽くしなさいということですね。まあ、後悔しないように、そういう感じですね。試した後で仲良くなりたい場合はコミュニケーションとかにください。でいろいろ試したいろいろその30代が60代の人と試して仲良くなろうと思ったけども、まあ、その後やっぱりコミュニケーションが取れなかったりとかした場合はまあ、その場合は諦めて、仲良くならないことを選択するということも一つの方法だということです。なかなかそんな楽に年上と付き合う方法はそう簡単ではないなということが今分かりましたということで、はい、じゃ次いきます。沈黙の楽しみ方ですね。沈黙の時にどうしたらいいのかということについて調べていきたいと思います。沈黙、はい、沈黙の使い方、沈黙についてじゃあ答えだけ言っていきますね。沈黙はあって当然ということです。沈黙は会話においてはあるのが当然ですし、また必要なものと。沈黙がないとなると会話がうまく成り立ってないと思ってしまうということですよね。はい、まあ、全部関係ない。沈黙はですね、答えはこちらになると、相手の話の終わりを確認する、会話を小休憩、会話以外のコミュニケーションをするということです。沈黙を使って相手の反応を見ることで話が終わったのかまだ途中なのかを判断するのが好ましい。たくさん話したために喉が渇き飲み物を飲んでいるだけだった。一気に話したことで少し疲れたため一呼吸置いているだけだった。その話についてあなたの意見を聞きたいため待っていたというようなこともあるということですね。会話の小休憩、会話はその一区切りとしての小休憩が肝心であり沈黙が必要になるのですと。会話以外のコミュニケーションをする、沈黙には言葉を使っていませんから非言動的なコミュニケーションだけが際立ちそちらに注目を集めることができる。分かりやすい例で言えば手をつなぐなどのコミュニケーション、はい、っていうことです。まあ、コミュニケーション、はいはい、沈黙はチャンス、これは恋愛かな、これちょっとそう、はい、気まずいもの、
はい、沈黙については、まあ、ちょっと、とりあえず以上にしておきます。はい、次いきます。次は、そうですね、これは、まあその店員さんにとって、まあクレームを言われているというか、まあ、ちょっと店員さんが困ってしまうような対応をされるお客様への対応はどうしたらいいのかということだったので、これをちょっと調べていきたいと思います。はい、お客様は神様ではない。苦手な客への対応、苦手な客、嫌いな客への対応の仕方について調べていきます。お客様は神様です。これは南春夫といった有名な言葉ですが、一体有名な言葉ですかということですね。はい、どんどん行っていきますね。店でルールを決める。基本的にどのサービス業でも他のお客様に迷惑をかけたり、働いているものを見下したりバカにする人は客ではないというのではないでしょうか。これは大前提で、そこから小さいルールをそのお店で決めていきますと。例えば飲食店でもその店によっていろいろとターゲットの違いがありますと。ファミレスでも家族連れがターゲット、居酒屋では基本子供はいません。子供を連れて来院される需要が増え、それを取り込んでいきたければ店側も入店できる年齢を決めるなど、はい、子供 OK の店には家族連れのお客様が集まるでしょうし、子供 NG の店だと大人が、はい、次はちょっと行ってみますね。例えばルールを設けるときに注意するのが店に張り紙をしないことです。以前お蕎麦屋さんなどでたくさんの張り紙をする店がありました。それはすべてお蕎麦屋さん独自のルールだったんですが、全部禁止事項が書きかねてました。携帯電話、おしゃべり禁止、写真撮影禁止など、過去に、携帯で話しながら食べる人もいただろう。はい、実は次いきます。個人的に攻撃された場合、もしも特定のお客様にあなた自身がなぜかターゲットにされたり、必要に注意なのか説教なのかを繰り返す行為をする人が来た時が、あなたはその人に対して何か言いたくて来ていますと。上司もしくは店長に事情を説明し、可能であればその人が来た時にバックヤードの仕事をさせてもらうとか、顔を合わせない方がお互いのためです。ですが根本的に解決になっていませんので、それを避けたいので人であれば、一度あなたよりも上の立場の人同席の上話し合いすることをお勧めしますと。その時によって注意されることは違うかもしれませんで、飛び寄せられ説教が始まったら思ったら、その内容を聞いた上でもし自分が悪ければ申し上げれませんでと謝り、何度もお客様名前が分かる場合は何々様からはご指摘いただいておりますので、次このようなことがあれば上の者が伺いと申しておりましたので呼んでまいりますのでお待ちくださいと言ってみましょう。それで今後は上司セットにしてもらいます。もしも自分が落ち度がなく言いがかりと取れるような内容であれば、そのお客様の言ったことを繰り返して内容確認を取ります。以前に注意いただいたことを持ち出したら、前にもご指摘いただいた何々の件ですねと、その方が言葉をなぞって確認します。間違えてもそのまま大返しに返さないように、お前んとこの本社の人間と言われたら、私どもの会社の本社のものと言い換えるように気をつけましょう。あなたが相手に何も言いたいのかわからなくなり、もうあなたには突っかからなくなると思います。ですがやはりそれは怖いでしょうし、恐怖心があると思いますので、上の方に聞いてもらう方が上策ですと。きちんとすること、例えば、はいはい、例えば月末銀行で長い行列ができていて、毎月のことなので仕方がないと思いつつ、機械からは吐き出される番号札を取り順番を待っていたとします。そこへ強者用の男性がいつまでも渡すまでだと大声で鳴ってない、その銀行員さんがその場で判断で、そこではこちらへどうぞなどと言いながら処理させると、どう思われますか。良質のお客さんは離れていく瞬間ですと。これは銀行だから離れていくのかもしれませんが、例えばカウンターだけのうどん屋さんだったら、例えば自分のお店だったら、確かに周りも萎縮するような大声で文句言われると、他のお客様迷惑だなと自分の都合で言い訳をし、先に片付けたくなりますが、それは大きな間違い。上の銀行の件で言えば、大変お待たせ申し訳ありません、順番に処理しておりますので、もうしばらくお待ち願いませんでしょうかと丁寧にお伝えします。それでも俺の用事を振り込めがせる一件なんだ、ちょっと先に処理してくれよなどと言うかもしれません。ですがこれだけのお客様が
お待ちです。急いで処理をしておりますのでどうぞお待ち願いませんかと慌てず丁寧に声をかけることです。これを大声な出したのですが問題ではなく多少、順番というルールを破ろうとしたことが問題なんです。そのルールを守って一生懸命やっていることを分かってもらえば大体の方は納得してくださいますということですね。はい、そのお客様は神ですね。接客業は上記のようなことがいろいろありますがそれを教えてくれるお客様はやっぱり神様なんだとかも思います。自分は俺は客だだから神様だという人は神様ではないと思いますがそれでもそんな人が来たらどう対処しましょうか。今日こんな人が来てこう言われたどうしたらよかったんだろうと考えますよね。それを誰かそれを考えて自分がそういうお客様に対応できるようになればああこの人神様だったかもしれませんと思いませんかと。ですがそれは傷つきあなたになってから思えることですよね。はい、はい、次のパターンですね。接客業をやってます。嫌なお客様が本当に多くて対応の仕方をぜひ教えてもらいたいですということで、ベストアンサー、はい、私は長く接客をしてますお客様への対応に難しいですね。小さな言葉は一つも気をつけないといけませんし返品の件あ、はい、うちのお店では開封されていないレシートプラスレシート持参であれば特別でない限り返品できます。どんな理由にしろまるっきり返品不可だとクレームを出しやすいような店内に返品不可と分かるように展示しているかなど、はい、お次にします。クレーマーの件、ストローの件、クレーマーだと分かっているので下手に関わらずにちゃんと申しちゃんと入れたにもしても申し訳ありませんとすぐに私の言わせば良いと思います。対処できるようになるにはなかなか大変だと思いますが責任者のかもそれくらい呼び名っていうわけない。はい、ということでまあそうですね、まあそういった自分ではちょっと対応が、難しい困難な場合はですね、その上司やの人に次回はそういう危うい時の時間帯とかその人が来た時に、まあ、店舗にいない場合はですね店長とかに来てもらって、その店長の、と一緒に謝るとかって2人で対応するということをすると、まあ、気が楽になるのかなという対応の、答えでした。はい、次に行きます。次は、体に良い酒ということで、はい、行きます。体にいいアルコールトップ10ということで、トップ10のうちのトップ1をちょっと言っていきたい。トップ3ぐらいを言っていきたいと思います。あれ出てこない。はい、体にいいアルコールトップ10ビール、はい、次いきます。トップ9ウォッカ、8位ウイスキー、7位シードル、シードルヨーロッパのお酒らしいです。はい、ラム酒、体に第6位ラム酒、サトウキビでできててアルコール度数は 40% から 70% と高めで糖質とプリン体はゼロです。蒸留酒ラム酒ですね。はい、次いきます。ブランデー第5位ブランデー、ナポレオンとか XO とかエクストラとかです。はい、次いきます。第4位、焼酎位焼酎、コートオツ、ブロキナーゼの活性化能力は赤ワインの 1.5 倍もあると言われている。でリラックス効果と冷え性の改善にもいいらしいです。
焼酎。はい、次いきます。日本酒、肌の麹酸っていうのがよく肌のキメを細かくし透明感を増し高める効果があり顔の皮膚に潤いを与える水分を保ちやすくしますと、アデノシンという成分があるということですね。はい、次いきます。体に第2位ワインポリフェノール体内の DNA を保護毒素を体外に排出デトックス効果、強力な殺菌効果があると。はい、次第1位体にいいアルコール第1位は果実酒、はい、いちごキウイ桃などを入れて楽しむ、ハーブ薬草スパイス入れてコーヒー豆やナッツなど果汁の酒などを入れて作ることも梅酒、カリン酒、アン酒、梅酒は梅とクエン酸を多く含み疲労回復があるカリン酒、カリン含まれるアミグリン酸という免疫を活性化させる成分があるアルコール、はい、でアン酒っていうんですかねこれは、ビタミンとミネラルが豊富なアンは強い抗酸化作用と貧血予防に効果があるということです。はい、次いきます。健康なタバコ、タバコを吸う人で、健康的なタバコっていうのがあるのかどうか調べてみますね。ハーブタバコっていうのがあるみたいですね。10箱で4,500円、アマゾンで売ってますね。これあとちょっと、URL 貼っときますので試したい方は試してください。10箱で4500円で出てます。はい、まず他にもちょっと調べてみますがちょっと待ってください。これだけこっちに書かれてる。よし、健康を吸うという新常識、天然10種類の天然ハーブエキスを使って今までにない新しい電子タバコ、電子タバコはあんまり僕もおすすめはあれですがっていう感じですね。意外にアマゾンの方で禁煙グッズ、禁煙グッズなんですねこれは。禁煙サポートパイプとかあるんですが、ハーブタバコ 100% のヨモギ、健康のためノーニコチン、健康のための化学薬品10箱っていうのがあるようですね。まだ在庫は9点あるようなんで、こういうのを試すのもいいのかもしれませんが、ノーニコチンが OK な人じゃないと多分これは吸えないのかなという気がします。健康のタバコというのはさすがにちょっと出てこないですね。ということで、まあタバコを吸うと副流煙が周囲に与える影響ということで、有害物質を含んでいるのでアンモニアなどの体に悪いということは出てますし、タバコには約3000種類タバコに含まれている化学物質は3000種類あり、そのうち有害物質は200から300種類で、特に有害なのがタール、ニコチン、一酸化炭素ですと。タールの蓄積量、1本のタバコには約 15g タール含まれています。1日20本の割合 で50年吸うとコップに30杯分ものの量になりますと。タールが、タバコの煙に含まれている一酸化炭素の量、タバコによって引き寄される害は30種類で明らかになっている内膜症、歯周病、がん、肺がん、喉頭がん、循環器疾患、
血液収縮、心筋梗塞、狭心症、脳卒中、などですね、寿命の低迷等、あとタバコ代等、あと知的能力の低下、運動機能の低下などですね、タバコ1本吸うと1本あたり5分30秒の割合で寿命が短くなるといいます。1日20分吸うと110分寿命が減っていくことになります。はい、体にいいタバコは、さっきあったハーブタバコで、ノンニコチンのタバコです。はい、以上です。じゃあ次いきます。タバコに良い健康な食べ物、飲み物ですね。飲み物はタバコ、まあさっき言ったんで、あればちょっと一緒に調べたいんですが、ちょっとここは省略するかもしれないです。解毒作用のある食べ物っていうのがあるみたいなんで、これをちょっと伝えていこうと思います。アスパラガス、タバコ のニコチンを体内から消す作用があると、緩和できると。あとは緑茶、ポリフェノール、緑茶がいいですね。静岡県民は緑茶を飲むのでいいらしいです。あとカレー粉、消化を助け肝臓にもいいと言われます。カレー粉がいいらしいですね。夏野菜カレー、はい、キャベツ、水、あとパイナップル、レモンです。タバコに、タバコを吸いたくなくなる食べ物なんてあるんですね。食べたが吸いたくなる食べ物は、食べ子が吸いたくなる、吸いたくなる飲み物、食べ物、吸いたくなる、吸いたくなる、まずくなる、タバコが吸いたくなくなる、まずくなる飲み物っていうのあります。水、牛乳、豆乳、ウーロン茶、生姜、紅茶、ハーブティー、野菜ジュース、コーンスープ、めんつゆ、オレンジジュース、酢、タバコが吸いたくなくなる、まずくなる食べ物、チーズ、ヨーグルト、ブロッコリーの野菜など、寿司、豆腐、刺身、玄米、缶付き類、スイカ、禁煙とダイエット両方叶えられるものという。酢、タバコと合わなくて食欲も抑えられるものは何かというと酢です。酢の取り方はアミノ酸、1日10ミリリットル、はい、朝1回1日3食で30ミリリットル食後に飲む、飲む前にほっと数字にして飲む、ちびちび飲まない、一気に飲む、酢は3なので飲んだら必ずうがいをして心内を守る、空腹時は飲まないということですね。ちなみにタバコが食べたくなる、タバコを吸いたくなる食べ物があるので、タバコが吸いたくなる飲み物はコーヒー、最強コニャック、バーボン、ウイスキー、ビール、赤ワイン、コーラ、紅茶、喉の炎症スプレー、メンソール、メンソールのタバコ、あ、メンソールのタバコはタバコ吸いたくなるので、メンソールのタバコは、危険ですね。タバコを吸う方、飲む方、はい、タバコが吸いたくなる食べ物、はい、牛肉、ハンバーガー、ラーメン、チョコ、ポテト、焼きそば、お好み焼き、バニラなど、あとアイスクリーム、はい、こういう味の濃いもの、脂っこいものは、ダメですね。喉の炎症を抑える、はい、メンソールなど、はい、以上、次いきます。次、疲れない気の使い方。気を使うは優しさではないですが、優しい人が気を使う、人に気を使ってしまうというお話をよく聞きますが、人が具体的にパートナーや会社の同僚、友達にさえという表現もよく耳にします。気を使うというのはそれだけで神経をすり減らしてますし疲れます。なぜかというと、シンプルに見れば自分がしたいことをしているわけではないからです。例えばこういうことを言ったら傷つけるなと思って言わない言葉があるとします。本音は言いたい、でも言いたいけど傷つけることをためらって言わないようにするからしんどいですね。じゃあ言えばいいのに、言えばいいのかというと、必ずしもそうではないですよね。人間関係が崩れてしまって喧嘩になってしまう。傷つけるかもしれないけど、その人のために伝えた方がいいと思った時は言い方を工夫するにした方がいい。最近は考えています。すなわち相手が、それが相手のためであれば、自分の欲求だったり感情の吐け口だったりするなら、自分自身の問題でとして捉えた方がいいです。
気を使うということ、実はその行動のほとんどは自己防衛だと思うんです。何にならないようにと恐れているから気を使うからです。嫌われないように、喧嘩にならないように、揉め事起こらないように、迷惑をかけないように、見下されないように、偉そうに思われないように、調子に乗っていると思われないように、離れしていると思われないように、相手に失礼のないように、いい人だと思われるように気を使うのでしょう。相手のためにすることは与えることではあって、それ自体が喜びなんです。だから本来ストレスに なりにはならないんですね。それが本当の気遣いなんですが、実際はそれらの恐れてついて回ると思うこと。だから、気を使っている何かにことは、何々しなければならない、何々にならないようにと恐れているため、自分の優しさではないと思うんですが、いかがでしょう。だから気を使っている関係はいずれ歪みが溜まって問題を引き起こすになります。怒りが出てきたり嫌いになったりするかもしれません。これだけやってんのになんで分かってくれない、変わってくれないと不満を溜め込むようになるかもしれません。優しさってそれが目的ではないですよね。愛の行動で相手のことを思ってすることだと思うんです。だから相手のことを思って気遣いできなければ、それはやめてもいいと思うんです。お互いのためになりません。それで嫌われるならば、そもそも関係は対等でなかったかもしれません。だとしたら、気を使うよりも大切なことは、対等な関係性を築くことにアイデアを練ることではないでしょうか。どうしても気を使わなきゃならない関係だとしたら、どんどんそんな自分を褒めてあげることが大事です。偉大な、俺ってこんなに気を使って天才ちゃうかなと思い込むのも大事です。そうすると気を使った自分が報われます、好きになります。ところが気を使ってしまってしんどいという相談をしてくる方のほとんどは、私から見るととても優しい方です。相手のことを思い、それを考えて行動されることばかりです。もちろん伝えると否定なんてこともない。ただその度合いが行き過ぎてしまわないようにと思うんですね。分かりすぎたり考えすぎたり気を回しすぎたりします。気づかなきゃいけなきゃいいのに、気づいてしまったらゆえに気を回してしまうという葛藤を常にしている方も少なくはないでしょう。優しさがゆえに気を使ったり我慢したりして、それが苦しくなってしまうので、ではせっかく素晴らしいことをしているのにもったいないです。そんな方は最近話を伝えてきます。まず自分のことを知ることだと思います。私は優しいと理解しなくてもいいから、知っといてくださいねって、覚えておいてください。記憶でいいです。なんなら私は優しいと左手の指先に一文字ずつ書いて常に見ていてください。その上で感情を込めてもいいから、私頑張ってるよなとか、私偉いなって声に出して言ってあげてください。一日何でも何でも気を使ってる、疲れてるって大抵自己評価が低すぎるんです。だから自己評価を上げるためにレッスンだと思って自分を褒める癖をつけてください。鏡を見たら私偉いなとか、飲み物を飲んだら私頑張ったなって意識的に言うんで、心の中じゃなくてできるだけ声に出してねって、ある意味通勤時駅まで道、私は偉い、私は頑張っているとつぶつぶやきながら歩くのもいいですねと。こうして自分の存在意義を高めてあげることで、本当に優しいエネルギーを投資することができます。それだけ優しさを持っているんですから、いい使い方をしたいと思いませんかと。私気遣ってるなと思わなかったら、はい、じゃあちょっと合わせてみて、ちょっと待って、はい、ということで、まあはい、ということです。褒めてあげてください。褒める達、自分自身を褒める達人になってあげるととりあえずいいということです。後半を読みやということです。はい、じゃあ次いきます。最後ですね、次は。はい、話題が途切れない方法についてしていきますね。はい、会話が途切れないための4つの方法です。1つ目は、会話中の沈黙は悪いことではないということです。まあ、さっき話しましたよね、ここ。確か沈黙に関しては。確か上の方で言ったな。沈黙なさそう。途切れない。会話を途切れない。会話は話すことが思いつかない。
最も典型的な原因として話題が思いつかないことですよね。最初に話題を用意していてもそれをらを使い話したら会話が止まってまします。相手がよく話す人だったらいいのですが、お互い会話が思いつかないと気まずい雰囲気になりますよね。これを克服するために相手から引き出す話を引き出す質問のスキルなどを磨く必要があるでしょうと。好きな食べ物はラーメンかな。へえ、美味しいラーメン屋さん教えてよ。いや最近は行ってないから。そうなんだ。で、はい、質問攻めになっていると。どこに住んでるの。新宿です。休みの日は何してるの。家でゴロゴロ。趣味は何ですか。ドライブ好き。好きな食べ物は。質問多いな。で、質問多すぎると相手は困惑してしまいます。なので、相手に話させる質問のスキルを磨く必要があると。会話を途切らさないための話し方4つ。その場にあるネタを利用する。今日の髪型は決まっているね。そんな予定あるの。新しいカバン買ったので。そのネクタイ、鮮やかな色だね。目に入ってきたネタにする、入ってきたものをネタにするだけで頭を使う必要がないと。あの雲を見てハート型になってるよと。このあの看板の人かっこいいよね。誰かわかる。ここの店店員の活気あっていいよねとか。あと自分の情報を出して会話にする。はい、共通の話題を、持って話を盛り上げると。共通の趣味、出身地、など、今日の天気はいいですね。そうですね。で、今日こんな日はサーフィンに行きたくなりますよね。今日の波はどうだろう。サーフィンやってるんですか。楽しそうですね、など。相手が話すための間を作ってあげる。今日はいい天気ですね。そうですね。こんな日はサーフィンに行きたくなりますよ。私子供の頃からサーフィンをやってるんだけど最近は行けてないんです。子供が小さいの手がかかります。自分の時間がないです。それにこんな感じで会話だと相手に聞くだけで大変ですよね。あと情報量が多すぎるので、ね、それほど記憶に残らない、はあはあ、主導権を相手に渡す。人は誰でも自分の話を聞いてもらえると思ってますので、どんどん話してもらえるような、いろいろ、ですね。はい、今日は天気いい天気ですね。そうですね。今日こんな日はサーフィンに行きたくなりますよね。今日の波はどうなんだろう。どうですかね。何か趣味はありますか。私はサイクリングが趣味ですね。趣味になるとロードバイクでツーリング出かけます。このように問いかけて主導権を相手に渡していくということが大事ですと。はい、ということですね。はい、あまりということで、今日話したことは、そうですね、年上と気楽に初の付き合い方、沈黙の楽しみ方、自分の対応、自分にマニュアルのないお客さんが来た時の対応の仕方、体に良いお酒、健康に良いタバコに良い健康な飲み物、疲れない気の使い方、話題が途切れない方法、30代が60代と気を使わない方法などについて調べました。はい、今日も生態野菜はですね、いろんな悩み解決問題やら、そのストレスが溜まって内臓などに負担がかかっている方への内臓整体して内臓を元気にして、頭の、そうですね、食べ物飲み物で汚染されている方はで、ストレスありすぎて睡眠時間が4時間5時間しかないとか眠れないとかずっと仕事ばっかりやってるとか、気を休める時間がないとかで体が硬直しすぎちゃってる方、それらあと PC 作業が多い、座ってることが多い、立ってることが多いなどで体がものすごく硬くなってる方などはぜひ生体野菜の腱肉生体と、内臓生体と生殖生体をぜひ受けていただきたいと思いますので、本日もご来の方お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。はい、 Thank you for watching. Today I talked about many things and then、so one thing, okay, how to get along with older people is pay attention for the focus on the older people and then try to be together and try to be satisfied with you, staying with you. So it's the purpose and you should be try to do something for care for them and you get to feel you and them communication good well. So try to do that. And then number two, how to join silence is and silence is good for sometimes for the conversation. So don't be hesitate, become silence while you are conversation with someone. And dealing with the troublesome customers or dealing with poor quality customers. And that's cancer. It's
if that kind of customer comes and then prepare with you and your boss, and if the customer come and if some say customer say complain with you, then you ask I'm sorry, I want to apologize with my boss, I bring my boss with then that's if you do that and the customer will never do it again. So try to do that. And what's good for sake is wait a second. I thought it was like I don't remember now. Yeah. Give me the time. Give me the 10 seconds. I'll give you the answer. Answer is here. Wait a second. Number one. You want to know number one, right? So I'll give you the number one. 5 seconds. Give me. Oh, it's number two is wine. And the... Oh my god, I don't know in English this. It's kajujushu. I don't know in English. But I'll find out. Wait a second. Oh, okay. Give me. Come on. Oh, こっちだ. Wait. Oh, yeah. Fruits wine. Try to drink fruits. Fruits wine is number one. Wine is good. And what's good? Health for good. Healthy food for drink for tobacco. Healthy cigarette. It's herb. Herb cigarette is good. You can buy from Amazon. I will put a on the URL, buy from the Amazon, buy from my click my URL is on the my website, it's on the above in the link it there. So anyway, thank you for watching. I hope see you soon. I'm in the Nagoya Aichi prefecture. If you are in Nagoya or Aichi Nagoya Tokyo Osaka Hokkaido Kyushu, Kyoto, wherever in Japan, please come see me. It's center of Japan. It's not so far from anywhere. So please call me at 088-080 or 511-298-9999 or contact me. Any SNS is possible. I will be give it a quickly refer you, you know, like that. So say you bye. ありがとうございました。失礼します。コップンカップ、ナマステ。シェシェ、ムチョ、ムチョ、ムチョ、グラシアス。Like that. Bye.